はい、どうも、きよちゃんです。なんでね、最近僕がブサイクだって言われるかっていうと、その理由を今から説明していきたいと思います。僕は、ね、最近ね、体重も70キロオーバーしてきまして、で、この状態で顔を撮ると、もう、もう、太ったおじさん、横顔から見るともう、こうなってるよ、ほら、ほら。で、これをね、前がこうやって見る。こうやってみるとね。そう、ブサイクじゃないね。こうやってみるとね。ほら。だけど、ブサイク見える。だから、俺は別に、ブサイクとかじゃなくて、太りすぎなんだよ、最近。太りすぎ。もう、どんどんブルブル太っちゃうもん。もう、減量しないからね。だから、痩せないといけない、本当に。だから、痩せるための技をちょっと教えたいと思う、君たちに。俺は痩せている。俺は太ってない。俺は太ってない。どこから見ても痩せている。とね、思い込ませることで、ダイエットなんてしません。もうこのまま、どんどんブクブク太ったまま頑張ります。以上です。